お疲れちゃんです。なんとですね、今回はですね、イケメンをまあボコボコにしたいなと思いましてですね、本日の相手池田翼でございます。で、池田翼、皆さんご存知でしょうか。とりあえずモデルでイケメンで運動できて音楽もできて、クララも今6100でうまい、まあ、僕よりはまだですからね。で、まあ、僕が勝てることって言ったらクララしかないぐらいの、もうもう本当にただのイケメンです。はい、ということでこのイケメンをですね、今からボコボコにしたいなと思います。で、彼が得意なのがこれなんですよ。これなんで、これを、まあ、しっかり目立って勝ちたいなと思います。ここはもう、ここはもうガチなんでね、ここはガチなんでしっかり目立って勝とうと思いまして、こちらのスケラをセットしました。こちらのスケラをですねセットしました。ということで今から彼を潰したいと思います。ということでいきます。よし、もうこれで負けたら勝てるものないんでっていうぐらい本当になんか何でもできるよね。はい、ということでよろしく。よしよし、お願い。枯渇、これでもし枯渇じゃなかった時困るんですよ。多分枯渇だと思うんで、よしよしよし、枯渇しか使えないんだからって。ちょっと待って、ちょっと待って、枯渇ってライブ入ってるっけ。ほんと違う、人気や、人気や、いや人気でもいい、人気にも強い。これ人気観察は、おっと、スキラじゃない、スキラじゃない、スキラ、スキラじゃないじゃない、あれ、あれじゃない、枯渇じゃないけど、いやー、インドラしんどいなー。けど、いや待てよ、待って、落ち着け、一回落ち着け、一回落ち着け、ちょっと予定が違うだけ、ちょっと予定が違うだけ。いやー、あれっすね、多分僕が目立ってくることを分かってましたね、から。やっぱ、これザップが早い。いやー、待って、キング起動して一回、そしたら次の相手の攻撃でトルネードを使って、まあ、キング起動すれば僕の勝ちっすね。そっからは攻撃が楽になるんで、それまでは大ダメージ受けたくないですね。なんで、よし、いや、まさかのですね、まさかのここを奪ってみましょう。予定が違う、予定が違うと。なんで後ろからベビドラ出すんですけど、これもインドラに駆られるんですよね。このインドラでこれにポイズンしたいんですけど、打ったらマジアチャが生きてくるんですよね。くそー、まあ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 、それは墓石を置いて逆性単体ゴーストとして、この言葉が美味しいです。いやー、このマリアちゃんもなかなかやっぱりやばい、やばい、待って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 、やばいやばい、マジやばい、なんでうまくね、はちょ待って待って待って、座れて座れて座れて、ちょ待って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 、マジもう一回、もう一回リベンジしたいぐらい、はちょっと、よくない、よくない、マジで良くない、違う、俺の予定と違う、こんなんじゃない、やばいやばい、危ない危ない、落ち着け落ち着け、一括ここで左、あい先生、一発一発、この一発が大きい。よし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 、入ってる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 、いや言うてあれなんだな、ファイブを数発でやられる。いやー、ちょ落ち着け、マジでマジでよくね、なんでなんでやなんでやなんでや、マジマジよくね、はちょい、まっはぁ、ちょっと、もう一回したい、もう一回したい、もう一戦したい、なんで枯渇じゃないね、マジで、はそんなことある、そんなことある、枯渇使いの池田翼やないんかよ、あ、マジか、くそ、待って、マジ悔しい、マジ悔しいけど、一戦だけなんで、これ、っていう、ルールがあるんで。いやー、悔しいな、ということで、以上になります。はい、ということで、もう、すべて、すべて池田翼に負けました。はい、ということで終わります。バイバイ。